桑山源すぐに使える面白い人のちょい足しトーク雑談術はじめに私は現在話し方伝え方を教える講師をしています企業研修をしたり講演会で話すこともあります講師になる前は 19年間お笑い芸人をしていました。ニュース専門のコントグループ、ザ・ニュースペーパーのメンバーとして全国で講演していました。お笑い芸人からの完全なる転身かというとそうでもなく、現在でもお笑い芸人や俳優をしながら講師をしています。今風に言うと二刀流、三刀流ですね。 今でこそ話し方を教えていますが、かつては話し下手で、いつも話題が豊富で話し上手な人に憧れていました。私が通っている床屋さんもまた、とても話題が豊富です。桑山さん、うちの前にある中野区の掲示板に UFO を研究する会の告知が貼ってあるんですよ。中野区ってそういう掲示も認めるんですね。 以前、アラブ人の髭を整えたことがあるんですよ。我ながらいい出来だったんです。そしたら口コミで広がって、やたらアラブ人が来るようになっちゃって。常連のドバイ人たちが、湘南から1時間半もかけてこの床屋に来てくれるんですよ。街の床屋の周りの駐車場に、ポルシェやフェラーリが何台も止まってるのって異常ですよね。 多分日本の床屋さんでラマダンのことをこんなに気にしてるの私ぐらいじゃないかなこんな感じでとにかく面白いそういえばどこの床屋さんも話し上手ですよね私は床屋さんの雑談力に憧れていましたというのも私はとてもドジでおっちょこちょいで忘れん坊なダメサラリーマンだったからです 取引先を訪問してもうまく商談ができず、契約も取れませんでした。契約が取れないので毎日課長に2時間個室に呼ばれて説教をされました財務部門にいた時はうっかり60億円を違う口座に振り込んでしまったこともあります容量が悪いので力を入れるべきところと力を抜くべきところが分からず何日も徹夜して企画書を作り 過労で倒れて3週間入院しましまたおっちょこちょいで忘れん坊なのは今でも変わらず「行ってきまーす!」と玄関を出てから「あ鍵を忘れた」あ「あ携帯を忘れた」あ「あ財布」「スイカと34回は戻ってきますたまに「桑山さんは舞台への夢が忘れられずサラリーマンを辞めて芸能の世界に飛び込んだのですか と聞かれたりするのですが、全然そんなことはありません。あまりに出来が悪すぎて、会社にいられなくなって逃げるようにして辞めたのです。会社を辞めた私は、思い出作りのために声優養成所に入りました。そこで演技の面白さにはまり、必死で勉強しました。が、芝居は下手くそなままでした。 養成所と並行して習っていた朗読教室の先生がザ・ニュースペーパーへの入団を勧めてくれましたよくわからないまま面接を受け見習いとして入れてもらいましただからお笑いに憧れて一生懸命にお笑い芸人を目指したわけではなく「気づいいたたらなっていたのです。ザ・ニュースペーパー」というのはニュースをコントにするコント集団です 気づいたらお笑い芸人になっていたのですから当然のことながら笑わせ方がわかりませんどうやったら面白くなるのかどう伝えれば笑ってもらえるのかを一生懸命模索しました小説家の先生に弟子入りしたりワークショップに通ったりもしました瞑想している時は催眠術を習ったり心理学やマーケティングの勉強もやりました もともと笑わせる才能に恵まれていたわけではないので先輩のいろいろな舞台や DVD を見て観察して分析しましたおっちょこちょいで忘れん坊なので自分で覚えておくために分析した結果を言語化してストックしておきましたそんな風にもがいているうちにコロナの時代に突入しコロナで舞台が7ヶ月間全くなくなってしまったのです 何もやることがないので自分の人生を振り返りましたパッとしない人生だったなぁとも思いながら同時に今ならもう少しましなサラリーマン生活を送れていたのになぁとも思いました自分自身と自分に与えられた役割の演じ分け武田鉄矢さんの番組にレギュラー出演していた時に鍛えられたフリートークの切り返し 笑わせるための視点のずらし方振りから落ちまでの構成舞台上での緊張感との付き合い方これらほんのちょっとしたコツをちょい足しすることをサラリーマン時代の私が知っていたらもっと楽に仕事ができたと思うしもっと会社生活を楽しめたのになぁと感じましたもしかしかたら、 かつての私と同じような状況で悩んでいる人がいるかもしれない。私の人生は巻き戻せないけど、その方たちの手助けはできるかもしれない。そんな思いでこの本を書きました。通常、こういうコミュニケーションの本は難しかったり、高度すぎて特殊すぎて私には使えないと感じたり、発声や滑舌など長期間のトレーニングを求められたりします。 でもこの本は違いますなぜそれはおっちょこちょいで忘れん坊な私ができたほんのちょっとのコツをちょい足しするテクニックだからすぐ使えますし誰でも真似できます私はこのちょい足しテクニックを積極的に使ってコミュニケーションをとり農林水産省や東京証券取引所からも仕事を依頼されるまでになったのです。 そして私が雑談の達人だと思っている床屋さんの教会から雑談力の研修をしてほしいと頼まれました雑談は意外に大事なスキルです親しみや信頼を得るラポールを形成するために雑談の貢献度は無視できませんですからこの本では雑談にも随所で触れています 一から全く新しいものを作ろうと思ったら、そんな偉業は天才しかできません。でも、私たち凡人にも打てる手はあります。それがちょい足しです。今ある既存のものにちょい足し、人はそれを改善と呼びます。今の自分の才能や経験値にちょい足し、人はそれを成長と呼びます。 ちょい足しで大丈夫。ちょい足し万歳でも私は相変わらずおっちょこちょいで忘れん坊です。ただ以前とちょっと変わったことは、おっちょこちょいで忘れん坊な自分も愛せるようになりました。この本を読んで、話すって楽しい、伝わるって気持ちいいと実感してください。そして、 自分のダメなところもネタにしてみんなを笑顔にさせるエピソードにまで昇華させていただけたらそしてそれを楽しんでいただけたらもう子犬がウレションするレベルでめちゃめちゃうれしいほんとすみませんね最後の最後でビシッと決まらなくて第一章あそれおいしい 芸人流つかみのの法則ちょい足し1寄せの講座でで発見丁寧誠実で好感度アップ第一印象の効果としてしっかりしている丁寧誠実といういい印象を持ってもらえると会話のハードルが自然と下がり相手は会話を楽しみ聞いてもらえる。 私が所属していたザ・ニュースペーパーは落語芸術協会の協会員でしたので私も寄席の講座に上がらせていただくことがありましたその日私はネタに全然自信がありませんでしたお客さんは毎日変わるので日によって受けがいい日と笑いの反応が薄い日が出てきますその日は反応が薄いお笑い用語で言う 重い日でしたこの日も嘘ニュースのネタをやることは決まっていたものの何ののニュースをやれば受けるのかが読めません最新のニュースを放り込むと鮮度が良く笑いにつながりやすい反面そのニュースをお客さんが知らないと客席の雰囲気が一気にポカーンとなっちゃうんですパルムドール賞を受賞した是枝監督の映画「万引き家族」に影響され 韓国で新たな映画が制作されることになりました。主演は大韓空港の一家、ナッツ姫、水かけ姫、パワハラ母さん、横領党さんで、タイトルはドン引き家族だそうです。原発再稼働に向けて朗報です。原発で万が一事故が起こった場合を想定して、現場処理用の高性能ロボットが開発されました。 昨日行われたスターティングセレモニーでは、初めて起動したロボット20体に、研究員によって任務と現場での注意点が説明されると、ロボットたちは搭載されたスーパー人工知能で即座にこれを理解し、全員がすぐに辞職願いを提出したということです。当時最新だった大韓空港の不祥事ネタでいくか、定番の原発ネタでいくか、 口座に上がってお辞儀をするときになってもまだ決まりません。どうするか。いつもより長いお辞儀でした。おそらく3秒くらいはお辞儀をしていたのではないでしょうか。顔を上げて最新のニュースネタから始めると、今までの空気が嘘のように受けました。不思議に思い、その後もお辞儀の時間を変えて実験してみました。 すると、長く深々と丁寧にお辞儀をする方が受けがいいということに気づきました。なんでだろう考えた結果、これは第一印象の効果だろうという結論に至りました。第一印象でしっかりしている、丁寧、誠実という印象を与えると笑いのハードルが低くなるのです。 これは寄せに限ったことではありません。日常会話でも同じことが言えます。第一印象でしっかりしている、丁寧、誠実という印象を与えると、特段面白い話題を振らなくても相手は会話を楽しんでくれます。会話のハードルが自然と下がるのです。逆にやりがちなミスとして、これと真逆のことをやる方がいます。 場の空気を変えるには熱意と勢いが大事とばかりにテンションを上げまくってスタートする人です最初からキャラを作って押し通そうとする方もたまに見かけますきっとお笑いの番組などで芸人がテンション高くひな壇から突っ込んだりキャラがある芸人の登場シーンでつかみが成功しているのを見ているからなのでしょうしかしこれを日常生活でやると失敗します 初対面の人の前なら100%滑ります。温度差がありすぎるからです。テレビ番組は出演者全員が割とテンションを上げて収録に臨んでいます。観客もしかりです。だから温度差があまりないのです。日常会話では最初はスローペースで静かに話し始める方が相手に聞いてもらえます。面白さとは真逆に思えますが、 最初は丁寧に固く静かに話し始める方が聞いてもらえるという意味でも面白さの伸びしろを確保する意味でもお得なのですちょい足し2天気の話に頼らないニュースの話でアイスブレイクアイスブレイクの役割は次の会話への助走 ニュースを共通の話題にして、相手との距離を縮めて共感すると、会話が成立する。会話をするときの第一声ってどうしていますか今日も暑いですね、と天気の話から始めてますかそれ、相手から飽きられてませんかそれとも最近どうですかと語りかけていますか それ、相手を困らせてませんか会話の出だしって難しいですよね。この出だしのことをアイスブレイクと言います。場の緊張や空気を和らげるイメージを氷が溶ける様子に例えた言葉ですね。アイスブレイクとして使える言葉として、気度に立てかけし衣食住というものがあります。季節。 道楽趣味ニュース旅天気家族健康仕事衣服食事住まいのそれぞれの頭文字を取ったものですビジネスパーソンがこの中で注目するのはニュースです趣味の話は受けがいい反面こちらが相手の趣味に興味がないと 回数を重ねるごとにだんだん会話が続かなくなります。その点、ニュースは便利です。なんといっても、こちらがネタを探したり調べたりしなくても、新聞やテレビ、ネットなどで向こうから情報を提供してくれます。現代は多様性の時代。テレビ自体を見ない人も増えていますが、ニュースを全く知らない人というのは本当に少ないのです。 人によってニュースを見る目的は様々だと思いますがニュースを全く知らないと恥ずかしいと感じている人も多いのではないでしょうか多くの人が何らかの形でニュースを見ているということは共通の話題になり得るということです共通の話題があるとお互いの距離がぐっと縮まります応援している野球チームが一緒とか 好きなアーティストが同じ人とはすぐ仲良くなれますよね。アイスブレイクにニュースを選んだ人がたまに犯す間違いがあります。それは悲惨なニュースや死傷者が多数出たなど人の命に関わるようなニュースを話題にしてしまうことです。私はそんなに無神経じゃないって思いました震災での死傷者数など 大規模だったことの裏付けとしてつい話題に出したことはありませんか大雨被害での行方不明者の話はコロナの感染者数や死者数はもちろんこれらの話題が出たら即アウトというわけではありません相手と一緒に共感して会話が成立することもあるでしょうしかし一方で 話題にした事事件やや故に相手の家族や親戚などが巻き込まれてている可能性だってゼロではありません。話題にした後で「すみませんそんなつもりじゃ」と言っても後の祭りどうすることもできませんさらにニュースを話題にすることに慣れてくるとより刺激的な話題にしないと相手に響かないのではないかと不安になることがあります その勘違いから一線を越えた話題や発言に踏み込んでしまうケースもあります私もコントでニュースネタを担当していたので日常会話でもついつい色々試し打ちしてしまい何度も失敗しましたそもそもアイスブレイクの目的は場の雰囲気を和ませることそこであえて悲惨なニュースを話題に出すのはリスク以外の何者でもありません アイスブレイクの役割は次の会話への助走氷を溶かすのは暖かい日の光であって炎上では溶けませんほら暗い話題の後に無理やり明るい方向に持っていこうとすると変な空気になるでしょうこういうことです私が身をもってあえて証明したんですよ本当ですよちょい足し3 接続詞を活用する高級レストランメソッド。逆接の接続詞には注意する。純接の接続詞は違和感を感じにくく、使いこなせるとマイナス面も含め肯定的に捉えやすくなる。この前行ったレストランって高かったけど美味しかったよね。この前行ったレストランって美味しかったけど高かったよね。 この二つの会話を比べてみて、どんな風に感じましたか印象の違いをちょっと考えてみてください。高かったけど美味しかったと言われれば、高い料金に見合った美味しい料理が提供されたという感想に聞こえます。逆に、美味しかったけど高かったと言われると、それなりには美味しかったけど、 料金に見合うかと言われれば満足度は低いというふうに聞こえてしまいますけどいやでもしかしといった逆説の接続詞は語順が後ろに来た文章を強調する働きがあります言われてみれば国語の時間に習ったような気がしますねこんな基本的なことはみんな知っています知っているのに意識せずに使ってミスしてしまうんです えミスしたことなんかない田中さんが作ってくれた書類って本当に丁寧だけど時間がかかっちゃうよねどうですあ言われてみれば気づかないうちに私もやっちゃってるかもってドキッとしませんでしたかじゃあなぜこんなことが起こるのかそれは思いついたことから言葉にしていくからです。 田中さんに感謝していて日頃のお礼を言おうと思った時に出てきた言葉が本当に丁寧だったわけです。その後にちょっと気恥ずかしくなってつい逆のことを言ってバランスを取ろうとしています。逆説の接続詞の罠にはまったケースです。ではどうすればいいのか。逆説の罠という言葉を思い出せばいいのです。ただそれだけ。 そんなに都合よく思い出せるのかってそんな人は普段から今の会話順番入れ替えたらどうなるのかなって考えるゲームをしてみてください入れ替えてもほとんど意味や印象が変わらない場合もあるしガラッと変わる場合もあります面白いけど深い深いけど面白いこれはほとんど変わりませんよね 優しいけど目が笑ってない。目が笑ってないけど優しい。これは微妙にニュアンスが変わってきます。こんな風にして遊んでいると、順番を一瞬考えてから言葉を口にする習慣が身につきます。さらに一番いいのは、逆説の接続詞だけではなく、順説の接続詞の達人になることです。だから、なので、 そのため、などです。だからこそも使い勝手が良くておすすめですこの前行ったレストランって美味しかったから高かったよね田中さんが作ってくれた書類って本当に丁寧だから時間がかかっちゃうよねいかがでしょうか実は逆説の接続詞は本能的に違和感や危機感を感じさせやすいのです。 逆に純接の接続詞は違和感を感じさせませんあまり知られてはいませんが催眠術の暗示文は純接の接続詞が多用されていますあなたは目がしばしばしてくるしばしばしてくるのでまぶたが重くなる 瞼が重くなるので目が閉じていくので、もう私の言葉しか聞こえなくなる。冷静に考えると、目がしばしばしてくることと、まぶたが重くなることに因果関係はありません。目が閉じるのと私の言葉しか聞こえないことも、同様に因果関係はありません。 でもなぜかわからないけど妙に筋が通っているような気持ちになりませんかお宅の商品は、は物いいいんんだだけど高いんだよねと言われてシュンとしてしまうあなた是非語順を入れ替える高級レストランメソッドを身につけてくださいそしてできれば純摂の達人になってくださいお宅の商品のクオリティはいいんだけど高いんだよね。 そうなんですよ。うちの商品はクオリティがいいから高いんです。このクオリティの良さをぜひ実感してください。